こうやって落ち着いて話すのはいつぶりかしら。寺の、ユミも息災でいて。元気元気、それだけが取り柄だもん。こんなことでもなければ一族が揃うことはない。そうね。でも霊まで連れてくるとは少し意外だったわ。ここはお前のテリトリーだ。保険もかけずに乗り込むバカがいるか。でもあれが保険になるかしら。バツワミ家は桃神一族を追放された、いわばはぐれ者。恨みこそあれ、あなたのために動くとは思えないけど。お前のためにもな。そこがいいんだってね。下手な小細工は墓穴を掘る。私はただどう動くかわからないジョーカーを投入した、それだけだ。面白い。私はそういうあなたが好きよ、寺の。わお。いずれにせよもうことは動き出した。もう止められん。お前の望み通りこの学園は荒れるぞ。ユリコ様。